サムットプラーカーン県は、タイ王国、中部の県の一つ、バンコクトとチャチューンサを県に接する。サムットプラーカーンは、チャオプラヤー側が、タイランド湾に流れ出る河口に位置するため、県庁所在地付近を、パークナムと呼ぶことがある。県は、チャオプラヤー側にまたがっているが、西岸部は、田園地帯やマングローブ林、エビ養殖場などといった、農作地帯であるのに対し、 東岸部は、バンコクの伸びるスクービット通り、並びにバンコクスカイトレイン沿線は、市街地やトヨタ自動車やパナソニックなどの日系企業の工場地帯が広がっており、日本人居住者も多い。また東南アジア最大級となるスワンナプーム国際空港が県内にある。県の設立は、アユタヤ王朝時代にまで遡り、プラプラで園が開港として建設されたことに始まる。 その後、ラウマ2世は1819年は、パーク神王が放棄していた海港の建設に、再び着手した。最終的には、チャオプラヤー川の両岸に、合計6カ所の港が建設された。そして川口付近の島には、宗教的な意味合いから、プラサムットチェーディーが建設された。このため、県名が、サムットプラアカーンと呼ばれるようになった。なお、 現在でもこの時建設された港が2箇所残っており、それぞれピースアサムット、プラチュラチョームクラウという。1893年のパークナム事件では、大海軍とフランス海軍が軍事衝突した場所である。サムットプラーカーン県は6つの軍に分かれ、その下に50の町と405の村がある。ありがとうございます。